TBS ラジオの公式サイトが4月18日、赤江玉緒玉結びのメインパーソナリティを務めるフリーアナウンサーの赤江玉緒さんが、PCR 検査で新型コロナウイルス陽性と判明したことを発表しました。11日に、報道ステーション、テレビ朝日系のスタッフを務める赤江さんの夫が発症、13日に新型コロナウイルス陽性が判明したため、赤江さんは同日からスタジオ生出演を自粛。2歳の娘さんと共に検査待ちのため自宅待機していました。画像。赤江さんからのメッセージ。 TBS ラジオが公表したメッセージの中で赤江さんは、11日以降は家族揃って社会活動を止めていたことを報告。さらに、赤江さんが陽性、娘さんが陰性であったこと、4月15日に発症し現在は自宅療養中であることなどに触れ、回復してラジオに復帰しましたら、私どもの体験をお話しできたらと思っております、と綴っています。同局は16日、リスナーへ向けた赤江さんの直筆メッセージも公開。そこで赤江さんは、新型コロナウイルスに感染した時のため、事前に準備したり確認しておくといいことを詳細にアドバイスをした上で、かからないことがベストですが、かかった場合、なるべく体力的にも精神的にも軽めに治すという目標を掲げる時期と感じています、としていました。TBS ラジオは、赤江さんが最後に同局を訪れたのは4月9日であり、番組の共演者、制作スタッフに濃厚接触該当者はいないという認識を示しています。また、ウイルスの感染防止対策として、スタジオ内の人数制限、スタジオの扉を開放しての使用、出演者間にしぶき感染を防止するアクリル板の設置、紫外線による空気殺菌装置の導入、スタジオ使用ごとの消毒清掃を実施していると説明しています。この方に対してネットには赤江さんの体を気遣う声のほか、保護者が罹患した場合、陰性の子供さんのケアをどうするのか、お子さんまだ小さくて大変だな、と、両親が揃って感染してしまった場合の子供のケアについての心配も多数寄せられました。また、赤江さんの夫がスタッフを務めていた、報道ステーションのメインキャスター、富川悠太アナウンサーが新型コロナウイルスに感染していたことに関連して、やっぱコロナウイルスは移るんだなというか、経路の人物の顔がわかると印象が強い、ホーステのコロナが TBS に行ったってことだからな。人から人にしっかり感染するんだよな、やっぱり、と、人との接触を避けることの重要性を再認識したという声も見られました。